千坪山は山口県東部の岩国市雄と柳井市大畑の境に位置する標高540.1メートルの山である。この山は周東山系のゼニコ山地の手法であり、山の東側には瀬戸内海が迫っている。その標高と眼下に瀬戸内海が広がる位置のおかげで360度フルで展望が開けており、そこから見える 瀬戸内の多頭尾や日の出の眺望が優れていることで有名である。また、その眺望の凄さは晴天の日には遠く、四国は愛媛の石槌山、あるいは九州大分の国崎半島も見渡せるほどである。このような美しい眺望から山頂から見る防御の海は瀬戸内海の景色の中でも最も美しいと評されるほどである。山頂付近は 桜の木が数多く植えられており、春は山腹が桜色一色に染まるという桜の名所でもある。なお、桜の開花時期は標高の高さの関係で、付近の山麓より数日、ないし一週間程度遅い。また、山頂付近は以前より最装地としても知られており、かやとの草原が光を散らし、それが眩しく見え、めまいさえするほどであるということから、めまいが、 おとも呼ばれていた。山頂には駐車場もあり、車でも上がることができる。山名は、沖の船から山で火が燃えているのに気づき、そこを掘ってみたら、銭壺が出てきたという伝説に由来するという説が有力であるが、他にも、海賊衆が財宝を壺に入れて埋めたという説、平家の落人が壺に入れた財宝を埋めたという説、あるいは、幕末の頃、幕府軍が、 長州藩に四境戦争で討伐をしようとした際に戦火を恐れた麓の人々が自分の家に代々伝わる宝や銭を持ち出し壺に入れて隠したなどの説も存在する。かつて瀬戸内海賊が前世だった頃、この一帯を支配していた大島海賊の見張り所がこの山にあり、船の接近を呪しで本拠地に伝えていたと言われる。また、 1865年の四境戦争の時に、岩国藩神代村の民兵隊の駐屯地、千山保が設けられ、隊が解散になる1870年までこの地で、警備に就いた。a b c d e f 千子さんやーマーケーオンライン、ゼニコさん、大将軍山ハイキングコース、山口県健康福祉部健康増進課、a b c 千子さん、 ゼニコさん展望台有情商工会ホームページ、AB 山口県ふるさとづくり県民会議編、ふるさとの山1991年3月31日、山口県ふるさとづくり県民会議ピアニッシモ47。ありがとうございます。